どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。先ほどまで仕事をしてまして、今時間が12時54分です。で、次の仕事までちょっと3時間ほど余裕があります。暇じゃないですけど余裕があります。なので、その3時間を使ってちょっと撮影していこうと思います。で、今日何しようかなと思ったんですけど、これをちょっと改良していこうと思います。わかりづらいと思うんで、いろいろちょっと動画します。僕が前 DIY 動画を撮影するときに超適当に作った、何テーブルって言うんでしょう、カフェテーブルみたいなやつで、ちょっと今発音がおかしかったですね。で、これ正直耐久性とかに関しても全然不満はないんです。こんな感じの、なんかただ単純にボンドでくっつけてあるだけなんですけど、でも耐久性はもう本当に問題ないですよ。なんですけど、ちょっと僕がこのテーブルの不満点は収納です。骨組みだけなので、なのでこういったものが普通に置いてありますし、こういったものもかけたままになってます。あと、こういった下に置けないやつなんかはもうこういった感じで上に置くしかないっていう状態です。まあ、今のままでもいいっちゃいいんですけど、僕がこのテーブルを作った時にイメージしたずっとこれなんですよ。下がもうちょっと頑丈で、しかも収納スペースもあるっていう、これを僕はやりたかったんです。ずっとやりたかったんです。なので、今回はそれをちょっとやっちゃいたいと思います。あ、もちろんそのミニマリズムなライフスタイルを送っている僕としては、必要最低限の工具、必要最低限の道具、材料でやっちゃいたいと思います。じゃあ、まずはこの幅だったり、高さだったりっていうのを採寸していきたいと思います。この iPhone の中にあるこのメジャーアプリを開きます。ここからですよね。ここからドゥル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 ってやって、はい、ここよいしょ、 33.1cm というふうに出ました。いや、これすごいですよね。ほんと便利ですよ。一応定規でも測ってみましょう。あるなら最初からこれ使えばいいじゃんっていうツッコミは絶賛募集中です。 36cm、 全然違うじゃん。まあ、こんな感じで軽く採寸ができましたので、次は材料をゲットしに行ってきます。灼熱地獄みたいになってますよ、これ。ちなみに、もう夏といったら旅行に、レジャーに、観光にみたいな感じだと思うんですけど、あなたはこの夏の予定はどんな感じですか？ちょっとなんか気になるので教えてくれたら嬉しいです。暑かった。いや、お店の中涼しい。これですね。これをまずは組み立てたいと思います。ちなみに、ものはアイリス大山さんの CB ボックス CX3 ってやつで、サイズは幅が 41.5cm、 奥行きが 29.0cm、 高さが 88.0cm です。で、色がオフホワイトです。はい、ここでドライバー使います。こんな感じで、もう一個の方も作っていきたいと思います。こんな感じでできたんですけども、ちょっとこのまま置くと、そのなんですかね、ちょっと端っこがカクって飛び出しちゃってるんですよ、この端っこが。なので、この状態で置きっぱなしにしてしまうと地面がへこんでしまうので、ちょっとこの段ボールをですね、節約じゃないですけど、ちょっとこの底面に貼っていきたいと思います。相当適当ですけど、これがあるとないとじゃ全然違いますからね。はい、でやってるうちに、なんかちょっと痛いなって思った。うわ、血が出てる、流血しちゃってるよ。あれあれあれ、まあいいや。よし、かなり適当なんですけど、まあ、これがあるとじゃないとじゃ結構違うので、はい、貼っときます。で、料理もそうなんですけど、片付けながらやると最終的に効率よくありますよっていうのがあると思うんで、これもちょっと片付けてあげたいと思います。
いっすね、滑りもいいし。よし、これで下が傷つかなくて済みます。ここでちょっとメインカメラのマイクが壊れてしまいましたので、今からちょっとアフレコということで天の声からお届けしていきたいと思います。今何を僕がやってるのかというと、これは足元に早速その棚をですね、固定しようと。で、前あった足元のその骨組みをちょっと抜いていこうということで、意外と簡単にやっぱボンドで接着して取れるかなと思ったんですけども、ここから意外と硬かったんです。意外とかなり頑丈に固定されているので、ああちょっとあれだなと思って、こう逆さまにしてポキッポキッと。で、古い足が取れたので、新しい足となる部分に上の天板を乗っけて、一応これでちゃんとした机として完成しました。はい、で、片付けながら、作業していきます。ただ今回の新しい足をつけると天板の幅がちょっと足りないので、今から新しい木材を買いに行きます。木材を 2×4 1本欲しいんですけど。あ、すいません、ありがとうございました。普通にあるんですよ。あるんですけど、あからさまに嫌な顔されてナイスって言われました。まあしょうがないですね。次行きましょう。さすがに収納棚作ってそこに行った乗っけましたってだけだと、まあちょっと味気ないなって感じがするので、もう一工夫したいと思います。で、僕が買ってきたのは、ダイソーで白色のペイントと、あとハケですね、ハケを買ってきました。で、軽く水で薄めて、机の上に塗っていきます。ちなみにこうやって塗ってる間って、意外となんか嫌なことを忘れるというか、塗ることに集中していて、しかもその筆の感触とかも気持ちいいので、意外となんかこうストレス解消になりました。はい、で、完成した図がこちらになります。結構がっつり白色が出てくれたかなというふうに思います。いやいやいや、今音取れてなかったですね。いやー怖いです。今これ撮ってるのはサブカメラなんですけど、このメインカメラのマイクがどうやら落下の衝撃で壊れてしまったみたいです。視聴者のあなたにシーンとした動画をお届けするところでした。危ない危ない。で、まあ、完成形がこちらなんですけども、近くで見ると正直色ムラはあります。なかなかな色ムラはありますし、どうしてもこの部分がちょっと1枚分なんかちょっと余っちゃってるって感じがあるんで、まあこれは後日追加しますけども、とりあえず今日は以上という感じで、足元を強化しましたっていうのと、上の板と下の土台の色を統一しましたっていうところで今日は終了したいなというふうに思います。撮影していて、こうあなたがわっとこう気持ち気が軽くなってくるような感じで、ちょっとおしゃれにしていこうと思いますし、仕事に集中しやすい環境っていうのをちょっとずつブラッシュアップで作っていきますんで、まあ、今回のこの棚があれ思った以上にいい出来じゃないですかって思っていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回は以上とさせていただきます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。